全国1億2000万、いや、それにとどまらず、世界30億人の花屋龍馬さんファンの皆様、こんにちは。花屋龍馬フリークの久保でございます。私もね、隠居して5年目、そして世の中のことが全くわからない中で、世の中にたった一点の光が見えるとしたら、それは花屋龍馬さんのことではないかなと思います。今回もね、価格の付け方についてメッセージをいただきました。これを答えろというのか。前回のね、私の動画も、ちょっとね、無料公開していいんだろうかと、こんなことまで無料公開したら私の速稼塾の塾生さんに、この野郎お前どこまで教えてんだってね、勝ち込みが来そうなんですけども、価格の付け方はね、まあ、これもね、奥義中の奥義なんですよ。どうしようかなと思ってるんですけども、まあね、ケチケチせずにお答えしましょうというのが、まだまだ速稼塾の中にコンテンツたっぷり、秘密たっぷり、儲かるための秘訣はたっぷりあるわけなんで、もういくらね聞かれてもね、その在庫が減ることがないです、この知恵の在庫が。だからどんどんね、ご質問ください。100本質問があったら100本お答えしても、まだまだ速稼塾ってのは奥が深く、利益をね追求するための塾ってのは果てしなく、底が深くて海のように広く空のように高いということは、しっかりとねここで申し上げておきたいと思います。さあ、価格の付け方ですけども、まずね、花屋龍馬さんも、もしかしたら勘違いしてるかもしれません。価格の付け方っていうのはちょっと考え方が逆なんですよ。例えばね、3000円の商品売れるかな、5000円の商品だったらなんとかなるかな、3万円の商品はどうかな、10万はどうかな、売れないかもしれないなって考えちゃダメなんですよ。違うんですよ。まず価格をつけてみてください。35万なら35万、100万なら100万、150万なら150万。そしてね、つけた価格に対して自分はどこまでその100万なら100万の商品を売るために知恵が出せるか、行動できるかっていうようなところをどんどん詰めていって、その行動と知恵や発想が足りなければね、あとは顧客満足度ですか、お客様に対しての、アプローチが足りなければ売れないってだけなんですよ。だから100万って値段つけたら、100万売るためのことをすればいいだけなんですよ。それができるかどうかなんですよね。でも実際にですね、花屋龍馬さんが300万の商品作るとしますよね。300万の商品があるってことは知れ渡るわけですよ。それで OK なんですよ。そうすると視聴者さん、見込み客の方、すでに商品買われた方は、まだ上があるのか、よし、この5万円の商品を攻略して今度は300万の商品狙ってみるぞっていうふうになっていくんですよ。でもね、顧客、いわゆるコンサル生さん、生徒さん、いろんな呼び方ありますけども、商品を買った方の求めるレベルが5万円だとしたら、10万のものを作ろうが15万のものを作ろうが全然響かないんですよ。だから5万のものをなんでね提供してるかってことをちゃんとコンテンツの中で教えなくてはなりません。それは5万円で買ったコンテンツでビジネスを、まあ、自分のものにして、いつでも10万円が稼げるようになって、そうしたら今度は100万円の商品にも手が届くでしょ、私はそこで待っていますよっていうふうに設定するわけなんですよ。そしてそういうふうに教育するんですよ。ビジネスっていうのは3つの要素からできています。それは集客、教育、販売です。人を集めたら、その人たちに自分のメッセージとかマーケットの仕組みっていうのを分かってもらう、教育するわけなんですよね。偉そうですけども、教育して、なるほど、だからこのまんまじゃダメなんだ、この商品は入り口だったんだ、5万円の商品で基礎的な力を鍛えた後は、さあ稼げるようになって、月に5万10万が稼げるようになりました、3ヶ月で50万貯まりました、その50万どうするのかっていうのは、あ、100万円の商品の頭金すればいいんだっていうふうに誘導していくわけなんですよね。そして100万円の商品を買ったら、今度は100万円の月収が稼げるようになりました、いや50万でもいいです、50万の月収が稼げるようになりました、持ってたら30万の月収が稼げるようになりました、100万の商品で教育をされたらね。そうすると30万の商品がポンポンポンと3ヶ月連続で作れれば、元が取れたよね、もうないんですか、あ、300万の商品があるんだ、300万の商品を買ったら今度はもっと稼ぐ力がついて、もっと見識豊かになって、自分でも購入した10万の商品、100万の商品、300万円の商品の作り方が分かるようになるんですね、その商品を売るための方法が分かるようになるんですねっていうことになれば、それは買うでしょう。そして買った人はどんどんビジネスが育っていって、収入が膨らんでいって、買えるものの許容範囲が増えていくんですよ、ね、だからこれはね、花屋龍馬さんが300万の商品なら300万の商品、100万なんですよね、100万の商品を売る責任が持てるかどうかなんですよ。反対を言えばね、
低価格のものとか10万前後のもので売るかどうかビビってる人ってのは責任が取れてないんですよ。責任を逃げてるんですよ。だったらね、ドカンと100万の商品作って売って、こいつに元を取らすまでに腹がくくれるかってことなんですよ。販売者が腹がくくれてないのに、買う人なんてもっと腹がくくれないですからね。だからこれをいわゆるね、詐欺商品って言うんですよ。販売者が腹くくれてないんですよ。売って終わり、金もらった、はいおしまい、さよなら、サポートできません、 LINE のもうね連絡しません、切れちゃいました、サポートも終わりです、3ヶ月経ちました、サポート期間終わりですね。こうなっちゃっていくわけなんですよ。で、私がね、なんでね、この毎日の動画更新をやめないかっていうと、私は逃げないんですよと。いつもこのペースで動画配信してます。誰一人どんな小さな質問も答えないことはないですよ。それは速稼塾に入ろうが入る前が関係ないですと。もうどうせね、速稼塾に入んない人の質問ってレベルが高くないんですよ。申し訳ないけど、速稼塾に入ると質問のレベルが高くなるんですよ。そういうところですから。で、もっと言ったらね、いやーためになったーっていうだけの人、この人は稼ぐレベルが終わるんですよ。で、稼ぐレベルが、仕入れてためになったと思ったらちゃんとお金が払えるかどうかとかね、対価に対して自分がプライスをちゃんとねペイできるかも鍛えられてるわけなんですよ。でも、もらい得とかね、なんかのフリーライダーって言うんですけども、ただ乗りして、あ、美味しいのだけもらった、でもお返しはしないぞっていうので、まあ商売が成り立つのかなってところなんですよね。で、そういう姿っていうのは必ず人が見てる、もしくは自分が商品をね販売したお客さんが感じます。この人は自分が得だと思ったら誰を無料で使おうと構わない人なんだって思われたら終わりなんですよ。これは信頼関係壊れるんですよね。まあ、ですんで、必要な人に必要なものをもらったらちゃんと対価を払うとかね、例えば友達が飲食店に勤め出しましたって言ったら、その友達の飲食店に行って、友達だから負けてよねじゃなくって、友達だからもうね、この店を儲けさせるために、そしてお前の顔を立てるために、もう人を連れてきたよ、5人で今日はね飲食するから、この10万渡すから、これでねちょっとプラン作ってよって、儲かるやつを、あなたが儲かるやつを、そしてこれは従業員さんに、それ差し入れです、シュークリーム、何人いる従業員さん、7人、じゃあ14個持ってきたから、これでみんなで休憩時間食べてよ。そうすると自分の友達が働いてるそのスタあのお店ではね、その友達がすごく鼻が高いですよね。お前すごい気前のいいお客さん友人に持ってるよねと、次も来てもらわないといけないから、ちょっとサービスのレベル上げていこうぜ、こんな人はね本当貴重だよ、うちの店では、お前よくやった、絶対やめないでくれよってことになって、その人も良くなる、友人関係も良くなる。で、必要だと、その友達が大切だと思うんだったら、その人に顔が立つようにちゃんとお返ししてあげるっていうかね、お返しじゃなくてもいいですよ、最初にあげるって感じですよね。で、ビジネスっていうのは提供と感謝の掛け算なんですよ、ビジネスっていうのはね。だからビジネスっていうのはお金を稼ぐ手段ではないんですよ。実は提供するための口実としてビジネスってものを使ってるんですよ。で、提供すると必ずその人は喜ぶ、喜んだらもっとね提供してほしいから、必ずお返しが来るんですよ。お返しが来たら、そのお返し、まあ要するにお金なんですけど、お金を持ってさらに高いレベルのものをこちらとしては構築できるようになるから、さらに提供ができるんですよね。この関係がずっと続くんで、両方とも勝つわけなんですよ。これが本当のウィンウィンですよね。で、そういうふうにしていくことによって、あ、全てのもののね価格が調整できるってことになります。そうやってマーケットって広がっていくんですよ。でも残念ながら、売る力がない、もしくは売る力を鍛えない、責任が取れない、腹をくくれないから、巷では低価格のものが氾濫してます、ね、だってランチで500円とかね、そんなんでどうやって販売者儲かるんですか、ね、ちょっとしたことでキャッシュフロー悪くなって倒産ですよ。500円のものを原価300円とか400円で作ってるわけなんですよ。どうやったら時給出るんですかとかね、そんなことしちゃダメなんですよ。一発何か商品を出したら、販売者の方は余裕を持った利益をいただいて、その利益でもって新しい知識、情報、学習ができるから、さらにもっといいね、100万で売る商品とか300万で売る商品ができるわけなんですよ。要するに顧客ってのは販売者を鍛えるために物を買うっていう概念も入るわけですよね。っていうか、そういうことを教えないといけないんですよ。あなたが買ったこの商品、確かに35万だったんだけども、その35万をいただいたことによって、私は35万円分全部自分をね、自己教育するためのコンテンツをさらに買うことができるから、あなたには今度50万の商品を売るけど、内容は100万円分、200万円分ですよと、それだけのものを私はね作ることができるんですよっていう風な腹のくくり方ですよね。そうなると、つける価格ってどん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 上がっていくんですよ。むしろ上がっていかなくちゃいけないですよね。で、購入した人っていうのは5万円のものを買った、10万円のものを買った、でもこの人からはまだ100万円のものを買ってないぞ、300万のものを買ってないぞ、
今のところ買ったやつは全部ね本当に素晴らしいものだった。じゃあ次に販売された商品ってのは絶対買うぞ、その時までに100万円貯めるぞ300万円貯めるぞってなってビジネスにも力が入るわけですよね。まあ、そういった形でどん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 インフレーションが販売者の方も購入者の方も上がっていかなくてはいけないんですよ。だからビジネスってマーケットが広がるんですよね。で両方ともやめなくて済みますよね。でも販売者が遠慮して数千円のものとか数万円のものしか売らなかったらどっかでできなくなるんですよ。だって自分の受けてる利益が生活費レベルだったら月に20万とか30万だったらどうやって自分のことを教育するコンテンツを買うんですかって話になっちゃうじゃないですか。行き詰まっちゃうんですよ販売者は。だから販売者っていうのはより多くの体験をするため、より多くの商品を買うため、より多くのサービスを受けるため、より多くの人からいろんなものをね、いただくために余裕ある利益ってものを絶対出さないといけないんですよ。でも生活費レベルで利益ってものを見込んでいたら生活するだけで終わっちゃうんですよね。そうなると薄っぺらい知識とか情報とか学習しかできない、体験しかできないから、もう提供できるもののネタが尽きるし、生活が作業でいっぱいいっぱいだから細かいフォローアップできないじゃないですか。となるとですね、24時間暇な状態でお金にも余裕がある、そんな人に弟子入りした弟子はどんだけ幸せかってことなんですよ。どんなことでもレスポンスが早い、どんなことも細かく答えてくれる、たまには会いに来てくれるとかね、そして自分の回答できない問題を必ず答えを持ってきてくれる、その本人がダメでもその人が今までいろんな商品、高額商品を買ったね、有名な人から回答を持ってきてくれると。例えば、まあ、今は無理ですけども、私が与沢さんの塾に入っているときはね、自分に来た質問、FX とか投資の質問を私を通じて与沢さんにもできるわけなんですよ。そしたら、久保哲郎に聞いてるようであって、私が答えられないことは、与沢さんみたいな人から回答をもらってきて、私の答えとしてこうですよって提供できるとしたらどうですかね。与沢さんのスクールに私が入っていたからそれはできる経路じゃないですか。でも、与沢さんのスクールに入ることをケチってね、与沢さんに質問できるタイミングを逃してしまったら、私に来た質問で自分は答えられないけど与沢さんが答えれるものに関してはもう答えられないですよっていうふうな回答するしかないんですよ。だから私もね、複数の高額塾に一生懸命入るのはなぜかっていうとね、それはその人との縁を確実なものにするんですよ。確実なものにね、もちろん気前よくお金なんて払わなくても全然どうぞみたいな感じでね、なぜか自分にだけ意識を向けてくれる方がいるかもしれません。でもそれは果たしてフェアなのだろうかと感じることもあるわけなんですよ、うん、私はね。だからいただいたものに対して ありがとうねと思ったら必ず何らかの形でお金を払う。それは一番楽なのはね、商品を買うって形でお金を払う方法なんですよ。だから商品は買ったけども、便宜上買ったけど提供は受けたけども、お金を払いたくて商品買っただけなんで、その商品を使ってませんよってものは結構あります。私はね、それはなんでお金払いたいけども、ただお金をあげるっていうのじゃ受け取ってくれないんで、しょうがなく商品買ってるわけなんですよ。商品なんていらないけども、買うと売り上げも上がるし、その人が商品を、あ、久保さんも買ってくれたっていうふうな、まあ少ないですけども、私の速稼塾の塾長が買ってくれたっていうふうな、ちょっとだけ名誉になるかなっていうふうに期待するとこもあるわけですよ。だからね、やっぱり積極的に買うことが感謝になるなとかね、お金を支払うことが感謝を示すことになるなと、そしてその人との縁はさらに強くなるなと思うわけなんですよね。はい、それで値段の付け方のお話でしたよね。値段の付け方なんですけども、付け方はだから常にね、まだ先のものがあるよって見せることによって、その人に希望を与えること。10万円の商品買っても同じ人が100万円の商品を持ってると思ったら、次は100万円の商品買うぞと思うわけですよ。でも10万円の商品で満足できなかったら100万円の商品なんて絶対買わないですよね。ということは10万円の商品を買ってくれた人は今度はね、アップセールをするためのこの10万円のものを買った人に対して100万円のセールをするタイミングが残されてるってことなんで、100万円の商品が欲しくなるように100万円の商品をちゃんと構築していって、100万円の商品がどんなものなのかってことを教育してあげる。しかも10万円の商品を買った人には毎月10万円稼げるような力をつけてあげればいいわけですよ。そうするとその人は10万円で買った商品によって毎月10万円稼げるようになるから、相対的にそのただ同然のものを手に入れたってことになるんですよね。でそうなると100万円のものに対しても100万のものを買っても相対的にただ同然になる、要するに1000万が狙えるなと思ったらそれは買いますよね。安いんだから、100万円が安いわけですから。でも3000円のものを売ってもそれによって3000円がなくなるだけで何も学ぶものがなかったら、その人は3000円の損したことになるんですよ。ということでね、価格が安くても高いものがある、価格が高くても安いものがあるっていう、この概念をただ実現するために私は値段をつけるわけなんですよ。じゃあ100万円のもの、私は2年前に1000万のものを売ったんですけど、2000万円のね、あ1000万円の
情報コンテンツも売ったんですけども、1000万円の商品を買った人は年間で400万円の利益を上げてるわけなんですよ。それ儲かってるじゃないですか、これは確実に。で最初にそう言ってるわけなんですよ。1000万の商品は高いけども1400万から1600万にして私はお返しします。場合によっては自分のビジネスセンスを使って得た利益であなたにお支払いしますと。でも実際にあなたが何もやらなければ私はあなたが損をしてもほっときますというようなね、そういう約束をしてワントゥーワン動画を何回も撮って6人の方に商品を買ってもらいました。ね、これすごいでしょ。だからそういうこともできるようになるわけですよ。1000万の商品を買うわけですよ。1000万のお金を持ってる人がさらに儲けようと思うのは何でかっていうと、すでにそれよりも低価格の速価塾の商品を買って、なるほどこれは確かに儲かったな、そして1000万を作れたな、だからその1000万をさらに久保さんの最終到達点1000万の商品を買うぞって言って6人のメンバーがねそこで購入したわけなんですよ。2017年ですよね。いや私もこれすごいなと思いました。自分でもよくね1000万の商品出したなと思いましたけども、それまでは私100万の商品しか出したことなかったんですよね。100万の商品をしかも私の塾生とね2人がかりで販売をしました。ローンチ期間は3ヶ月でプロダクトローンチの編集バリバリの動画を作ってね、で速稼塾に入った第1期生の実績のインタビューとともに月収100万とかね年収4000万っていうのを第1期生では作れてるわけなんですよ。でそういった人のインタビューを出てもらって、でその人に素直に答えてもらってね、久保さんによって、今の生活を取り戻しましたとかね、きちんと自分の両親にもお金が返せたし感謝も示せたし国に帰れるようになりましたとかね。でここでねすごくいい話ができたのはちょっと余談ですけど、もうちょっと聞いてもらいますけども、自分は自力で稼げるんだったら会社を辞めますって言った人がいるわけなんですよ。でそれにその人に対して私はね何言ったかっていうと、あそれはいいですねって言ったんじゃないんですよ。あなたは何も分かってないねって私はその時叱りました。今でも似たような感覚を持ってますけども、会社ってものがねただ単にお金をもらえるだけの場所だっていうふうにその人は考えていたんで、私はそれを言ったんですよ。いや会社ってものはねお金をもらえる給料をもらえる場所でもあるけども、あなたに無償で同僚とか上司とか部下っていう人脈を与えてくれてね、取引先っていうものの個人データをあなたに託してくれて、取引先リストとかで教育まで無料でしてくれるんでしょ。でなんでそこをね会社の給料と自分の副収入ね、その時はもう数百万稼ぐようになってますけど、その比較でしか見れないんだって言ったんですよ。あなたに30万の給料を払うためにこの会社がどれぐらいのねリソースを割いてるかってことは全然見えてないでしょ。あなたはもっと会社にいなさい、で会社でもっとね上司や部下のありがたみを知って、じゃないと顧客のありがたみなんて分かんないでしょ、金でしか見てないんだから。だから稼ぐだけの人はね速稼塾は破門ですよってことで、しばらく破門にしたんですよね彼はね。でまあ1年半ぐらい経って戻ってきてくれたんですけど、その時のやっぱりね肩書きはちょっとだけ出世してたみたいです。そして当時上司だった人が、まあ、何らかの理由で辞めたって言ってましたけども、そのポストに抜擢されて、自分はその時初めてね部下に対して稼がしてあげられないのは上司の責任だってことが分かったというふうに言われてましたね。本当にその通りなんですよ、だから何らかのビジネススクールをやっていて弟子が稼げないっていうのは、それはね頭に立つ人がそれだけの力量だってことだと思いますよね。でそうなるとたとえ5000円のコミュニティだろうと1万円のコミュニティだろうと、それはね高いと判断されるってしょうがないと思うんですよ。でも実際に1000万の商品買った人が1400万の売り上げが立って400万の利益が出たって言ったら安いとしか言わないですよ、それは。でそういうことでね、すみません、いろいろと言いましたけども、もう一回まとめると、価格ってのは腹がくくれてるからその価格がつけれるんですよ、ね、30万の商品を売るために30万のお金を払った人に対して命をかけてもね、腹をかっさばいても絶対に元を取らすぞと、絶対に買ってよかったと思える30万にするぞ、相対的にただ見たら値段でしたねって言わせるぐらい実績を出させるぞっていう風な自信と責任があればね、逃げない責任があれば、それはね30万だろうと50万だろうと100万だろうと値段つけるのは全く怖くないですよ。まあそれだけですかね。確実に売れるかどうかってのは分かりません、はっきり言って。だっていろんなアドバイスをしてもコンサルをしても実際に行動するのはその人なんでね、その人が手を動かしたり体を動かしたり腹をくくって自分の名前を出してセールスに行かなければ代わりに売ってあげることはできないですからね。だからそれをしないんだったら破門か、もしくはそのまま稼げないあなたでいなさいということなんですよね。それをよく理解してくれるからこそ
私は速稼塾に迎えてるってこともありますしね、まあいろいろと申し上げましたけども、そんな形でね値段の付け方でございます。一言でもう一回言いますけども、高い値段をつけるのは腹がくれている、逃げないというふうなね、自分にまさにね自分に対する挑戦なんですよ。その35万50万100万で値段つけるのは、だから値段がつけられないってことはビジネスから逃げてるというふうに塾生には言ってますけどね塾生にはね、だから他の方はそこまで考えなくていいと思います。うん、ゆっくりやりたい人もいると思いますし、まあ副業としてね毎月5万10万でいいやっていう人にここまで言いません。でも自分の人生を丸々買い取っていきたいっていう人ね、そういう人にはここまで、もうちょっとね厳しいことも言うかもしれませんけども、それは愛情を持って言う話なんですよ。はい、じゃあ1個だけまとめましょうかね。またさらにまとめですけども、自分の人生に値段をつけるとしたらいくらになりますかってことなんですよ。じゃあ自分の人生に値段をつけました、その値段ぐらいは頑張れるんじゃないですかってことなんですよ。ね、自分の人生にはそうだな10億円ぐらいかなって言ったら10億円稼ぎなさいよ、あなたはね、あなたの人生はそんなに安くないでしょ。10億円稼いでも安いと言わないと、自分の人生そんなに安くないぜ、100億200億いやいやそんなに安いかなって思わないと、ってことはそれだけのお金を稼げる自分にならないと自分の人生の価値と見合わないでしょってことですよね。はい、じゃあ以上です。ありがとうございました。それではねちょっとおまけにね、動画説明欄に私がこの動画1本でね速稼塾を400本売ったっていう動画があります、ね、再生数もまあまあそこそこ回ってますけども、購入率は 10% ぐらいだと思います。うん、 10% ね、これはね400本売れてるわけですよ、速稼塾30万が。その動画がどんなセールスだったのか見ていただきたいと思います。ちょっと長い動画です。それでは URL をクリックしてみてください。サムネイルも見てくださいね。では。